初めてのサムドラ。サムである。ドーラです。いざ制服じゃ。うん、いよいよね。占領できる土地というのは自分か同じ同盟員の領地に隣接した場所のみじゃ。離れた場所は占領できないのね。空き地はその土地のモンスターを倒せば占領。塔や敵の領地、砦、本拠地には耐久値というものがあってじゃな。攻撃を続けてそれをゼロにしたら占領ってわけね。うん、塔や砦の耐久値は高く、一人で攻略するのはとても大変なのじゃ。そこで同盟ね。そう、みんなで協力して塔の占領ができたならば、ご褒美の特別なダンジョンへみんなが行けるようになる。そうじゃ、一人でプレイするよりはるかに効率的なのですぞ。え、サムドラは約3ヶ月に一度のサイクルでゲームがリセットされる？その時に塔をたくさん占拠している人が優勝じゃの。ひょっとして素敵なご褒美が？もちろん、魔獣カードも次に引き継ぐことができるぞ。よかった。今のシーズンがダメだった人も次にかけてみるのが良いじゃろ。よし、じゃあ行きましょう。サム、いっぱい手伝ってね。御意にございます。ああ、ドーラ様。世界は君の手で変えられる。さあ始めよう。サムライ&ドラゴンズ。ガイアエンドで待ってるよ。